じゃこりゃ。はい、どうもゼノプロです。よろしくお願いいたします。シャッ。私の家にあまりにもデカ重すぎる見覚えのない段ボールが届いてたんですけど、なんとどうやらこの男詳細を知っているらしい。聞く。いや、まぁちょっとね、中身はせっかくなんで開封しながら。わぁ、まぁ僕の中で言えることはおたかつで使えるスーパーアイテム。いくよ。はい、せーの。わぁ、重くね。せーの。これは宇宙ギャラクシー。そういうことね。はい、なんとこちら MSI さんからご提供いただいたモニターでございます。うわー、惜しい。このモニター何がすごいって書いてある通り34インチなの。あとは見てみると普通のモニターと違う点があるのがよくわかると思います。吹けないかな、私いきなりおばあちゃんなんないかな。たまたま子だ。まだ包まれてブラウン管。というわけで完成。これさ、こんな曲がってる。これゼノン地下でグイってやったわけじゃないよね。って言いたいとこだけど、発泡スチロールもね、ちゃんと曲がってる。すごっ。いや、正直思うけど、これで見れるっていう。いや、そうね。それが心配。これで、アニメなんて見た暁には、どんな感情になる一体。確かに。いや、でも重いのに、この左右移動がね、めちゃめちゃ軽いのがすごいなって思う。そうだね。うん。ここも変えれるんだ。なんかあれだね、子供に初めてのおもちゃ渡した時みたいな。なんか出てきたんだけど。え、ヘッドホンかけある。すごっ。優秀。じゃあちょっと今からこれで見た目てるアニメを見ていきたいと思います。はい、早速この提供していただいたモニターを使って私たちの大好きなアニメを見ていきたいと思います。はい。実際にさ、湾曲モニターっていうのを使ったことがないからさ、見え方とかどうなるか気になるよね。そうね。いきまーす。はーい。画面でかっ。若干映画感感あるね。そうだね。うん、やっぱ僕らの好きな作品ライブシーンあるやん。うんうん。そりゃ湾曲で見るとさ、ライブ会場再現的な、あーないんかな。確かに。いやー、てかおもろ。いや、でも僕やっぱ一番感じたんは映画館っぽい。余白がさ、黒帯になってるから余計そんな感じするよね。ねえ、しかもなんか画面もでかいから、こうライブシーンでさ、キャラクターがアップになった時に僕らの若干等身に近くなるわけじゃん。なんかちょっとさ、ドキッとしちゃう。いや、わかる。目合ったんだけどみたいなね。そう、わかる。で、その感じ味わえるんは確かに普通のゼノンの今までのモニターじゃないなって思った。私の今までのモニターこれの3分の1か4分の1ぐらいのサイズだから。フィギュアかなって。私の使ってるテレビ結構古いやつだから、ある程度荒い近くみたいなのがあるんだけど、やっぱりさ、パソコンで見るとめっちゃ画質いいじゃん。いつもよりもすごいヌルヌル動いてんのよ、キャラクターたちが。はいはい。恋しちゃうよこんなの。じゃあ次は、はい、本命の、はい、ゲームしてこよっかな。イエイ。今からさっき撮った動画を今日の夜に間に合うように編集したいと思います。普段はため撮りしてるから、その日に撮ってその日にあげるってことがこの一番くじの動画くらいでなかなかないんだけど、かなりハードです。いつも編集で8時間とか、長い時は12時間、15時間とかかかるから、その日中にあげるっていうのはすごく難しくて、最近はポタちゃんと半分ずつ編集して、前編は私、後編はポタちゃんみたいな感じで分けてやってます。今日中に間に合うように頑張ります。カット終わったよ。カット終わったよ。本腰の編集に入りますか。上衣装のところを私が編集して、下衣装のところをポタちゃんにお願いしようと思っております。今回編集する部分5分4秒分だけ、めちゃめちゃ短い。正直今日9時までに動画上げら、それは無理だな。
いつもだったらノートパソコンのちっちゃいモニターで編集してるから見にくいんだよね。今日はね、湾曲モニターをお借りして編集してるんだけど、めちゃめちゃやりやすい。上から見たらすごい湾曲してて見にくいんじゃないって思うんだけど、正面に座ると全然違和感ないし、いつもちっちゃい画面でやってるから、編集画面の一番大きい画面のチェックするときに画面を最大化していつもチェックしてたんだけど、それしなくて済むっていうのと、一つの画面で全部できて、もう一個のサブPC で他のことをね表示できるっていうのがマジで助かる。16対9の画面じゃないのも編集者としてはめちゃめちゃ助かる。落ちたら死ぬけどやるしかない。いる。オッケー。登れた。よかった。終わった。もうこのこれだけあとは。燃えてる。行く。ナイスナイスやったーやったー。え、でも距離分からん。ゼノンのスナイパーの腕前に寝せてやって。やば、無理だ。あ、やり合ってる。やり合っとる。行くか、あれ。え、待って、レブで詰めとる。片方。いや、マジか、怖い。やった。えらい。ナイス。弾だ。やばい。ディスラップ。あー、無理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 。あー、届かなかったね。あー、結局こいつら。いや、本当だ。うわー。でも、ゼノンさんのおかげで2位。イエーイイエーイ。いやー、楽しかった。どうだった、モニター。いつもだったらこれの3分の1ぐらいのサイズのモニター使ってるんだけど、いつもだったら見えない遠くの敵も見えるからめちゃめちゃ楽しかった。最後スナイパーでキル取ってなかった？それがスナイパーでヘッドショット入れてアーバー育てて別のやつをダメージ7で殺した。今回さ、ゼノンが使ったモニターなんだけど、リフレッシュレートっていう FPS ゲームやる上で一番大事な要素が 165Hz っていう、まあ、とんでもなく高性能なわけよ。敵の動きがより細かく見えるみたいな性能しとるから、まあ、そういうところもあってすごいね、 Apex みたいなゲームやるにはめっちゃ向いとるモニターでね。普段やっぱゼノンちっちゃいモニターでやっとるからさ、横にも縦にもでかいモニターでやると、まあ、ゲームへのね、こう没入感的なもんも全然違ったと思うから、うん、今回めっちゃいい経験できたんじゃないかなと思う。うん。というわけで、今回こちらの MSI さんから提供いただいた34インチの湾曲モニターの方使ってみてどうでした？まずすごい大手の方から声かかったなっていうのがびっくりなんだけど、うん、最近さ、私たちゲームハマってんじゃん、うん、ゲームも楽しめたし、アニメも映画みたいに楽しめたし、めちゃめちゃ良かった。すごい曲がって見えるんだけど、正面から見たら忘れるんだよね。ね、それがね、人間の目の凄さなのか、この研究の結果なのか、本当に楽しかった。というわけで、ぜひ例えばアニメ映画にもっと没頭したいよって方とか、ゲームの世界に入り込んで上手くなりたいよって人は MSI さんのサイトを見てこちらの商品を検討してみてください。概要欄にもリンク貼っておきます。というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。この動画で少しでも、いや本当になんかすごいところまで行ってきてないぞのプロと思っていただけたら、チャンネル登録と高評価の方よろしくお願いいたします。概要欄にこちらのモニター気になった方はリンク貼っておきますので、ぜひとも見てみてください。過去の自分を壊して駆けろ。